地方自治体の全体的に、まあ、県も市も言えるんですけれども、やはり、そこにこう職場としてですね、職員がいられる時間というのは長くて5年ぐらいなんですね。で、職員が、まあ、早ければ2年ぐらいで変わっていく状況で、せっかくいいこう政策がつながっていっても、それを理解、次の人が理解しなかった場合っていうのがいろいろ出てきている。ですから、先ほどの受診率の問題とか課題内容の対策作りっていうのは、そういう意味で非常な職員のこの自治体における移動、それから知識の伝達といいましょうか、それから課題送りという内容の送りに対して非常に難しい問題を抱えているんですけれども、そこら辺の問題を解決していくことが一つ重要な、まあ、自治体としては重要な視点ではないのかなというふうに思いますけれども、そこら辺は、いや、秋山市長、どういうふうに考えられましょうか。はい、今千葉理事長がお話をした通り、確かに担当される職員は、短いローテーションで変わります。ですから、組織としてノウハウを持たなければいけないし、だ組織としてノウハウが蓄積するような、組織運営をしなければいけないんですが、それが正直できていないから、これだけ自治体で例えば受診率のばらつきがあるという状況だと思います。民間の場合は、ちょっと例えは良くないですが、例えば、受診患者ダイレクトメールですね、ダイレクトメールを通して、商品を売らなければいけないときに、こういうフレーズであったら、何パーセント、あった、特に、通信販売とかそういう部分があるんですけども、で、いろんな工夫をしていきます。で、当然目標値があって、それに対する試行錯誤が、もう組織として行われている。ただ自治体の場合はそういった売り上げっていう概念がないんだけども、でも結局受診率が何パーセントかっていうのがあるし、もちろんそのどういった勧奨、ハガキでのリーフレットを送るかが全てではないものの、ただハガキリーフレットでやっぱり大きく変わるっていう事例がある以上、それをどうやって工夫をしていくのかとか、実行をしてどれだけ効果があったのかっていうのを組織で毎度毎度きちんと数値を取って行っていくってことをやれば、仮に人がローテーションがあっても、それが組織として行っていくことっていう形で組織ノウハウがたまることになる。で、それができてないのは本当に私、トップであったり、担当の部長であったり、そういった部分で我々がもっとコミットをしなければいけないというのを、大変痛感しているし、反省をしております。いや、これ柏市の問題だけじゃなくて、はい、もう全体的な全国的な問題なんですよね。はい、一つは今日こうお話ししていて、やっぱり、その全国的な問題をどう解決していくかっていうのは、やはりある意味においては、こういうようなせっかく国が作ってくれているいろいろな AI を使ってるんだろうと思いますけれども、こういう分析をされて、いいこう受診率向上のための施策ができているんですが、意外とこう止まってしまっているのはどうしてなのかなと思った次第なんです。ですから、そこら辺、山本社長にお聞きしたいんですが、やっぱり向上させる職員がこうつながっていく、継続的な事業の継続においては全てが同じなんですけれども、この問題に関して言えば、例えばそういうような e ラーニング的な事業の内容を、次のこういうことはきちっと学んでおいてくださいというような基本的な問題であるとか、それから次の課題的な問題であるとか、そういうようなものをこう e ラーニング的に何かできるような方法論というのはあるんでしょうか。
そうですね、もちろん e ラーニングでそのノウハウ自体を教材にできれば、もちろんその次の方に伝えていくっていうのはやっぱりできるとは思っております。まあ、ただやはりしかしそのどうしてもこのタイムラグというかですね、人によってやっぱ理解度がどう違うかっていうところもあるでしょうし、あのやっぱ学ぶ時間っていうのがやっぱりある程度必要な中で、あの我々も結構いろんな自治体様にお邪魔させていただいて、あの自治体様のソリューションをするっていう IT をあのご提供してるんですけれども、やっぱりこう職員の方が変わるとやっぱりこう成熟する期間がやっぱある程度必要 で慣れてきて大体こうプロフェッショナルになられた頃にやっぱそのローテーションの時期が来ると、まあ、これはもうどうしようもないことだと思うんですけれども、やっぱりもう少し何かこの、 あの人が得意でやるべきところと機械が得意でやるべきところを分けながら、さらにeeLearningでこうノウハウを引き継いでいくみたいなことをやっていって、あの、まあ、一子相伝の人から人へじゃなくてもできるようなあの仕組み作りっていうのはあのいろいろできるような時代にはなってきたんじゃないかなと思うんですが、うん、やっぱり一番難しいのはその AI の、まあ、ある意味いいところと悪いところではあるんですけれども、結局いい教師データと呼ばれるこのなんていうか、その素晴らしい職員の方のノウハウみたいなものが体系化されないと、うん、結局 AI イコール天才ではないんですね、うん、この教師データがいいものではないといい AI にならないっていうところも実はありますので、人間と同じ失敗を永遠に繰り返してしまう AI もやっぱりできてしまうっていうのもありますので、やっぱこうデータの量と質クオリティをやっぱり貯めていくっていうのがやっぱすごく重要にはなっていくかなと思っておりまして、そういったものがまだまだあの新しい技術なのでまだまだできてきていないっていうところで、本当にまだ AI も赤ちゃんみたいな状態だと思いますので、天才児の AI とまだまだ赤ちゃんみたいな AI がいるっていう状態の中で、より世界中がどん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 新しいことを研究しようとしてこられているっていうところがある中で、やっぱり日本はこの検診にしてもこう医療制度介護保険制度にしても本当に素晴らしい制度が整っている国だと思いますので、本当にすごいチャンスが実はあの日本にはすごくあるんじゃないかなと日々感じております。ありがとうございます。まあ、あの協会としてですね、例えばそういうようなデータというか、この、まあ、両人のお話の内容で、がんに対する教育的な資料というのは相当あられるんじゃないかなと思いますけど、はい、たくさんパンフレットを作っておりますし、がん検診の大切さなども書いてるんですが、なかなか人の心にダイレクトに伝わらないんですね。でそういう努力は本当にたくさんやってます。で日本対がん協会、今全国で42支部が、年間に全国で1100万人前後のがん検診をやって、大体1万3000人か4000人のがんを新たに発見している、我が国で最大 の、 あの制度管理の行き届いたがん検診を行っている団体だと思うんですね。であの自治体と の、 あの交渉の際に、自治体はなるべくがん検診にお金をかけたくないんですよ。で地方交付税で来てますからね。で地方交付税ってのは目的が指定されてませんから、なるべくお金をかけないようにするということになると、あのいくつかの会社がこう自宅あの応札してきた時に一番安いところにあの降りていくと、そうすると例えばあの北海道ですと、あの旭川とか札幌とかあの大都市ではそういうあの検診のあの自宅機関がたくさんあって、そういうところが安いお金であの応札するとそちらに行ってしまって、大学協会の質の高い検診が通らない。だから北海道ではバスをしたって、いやそこのそれ以外のところをずっと大学協会カバーしてるんです、ですから各県で大体大学協会は100台から200台くらいのバスを持ち立てて、いろんなところへ出向いてがん検診やってるんですが、結局その自治体のあの責任者の意識によって随分違うんですね。で、がん条例を持ってる県なんかですと、そういうところはやっぱりあのそうでないところに比べて随分違いますし、それからお金のかけ方とか、それから人の交代とか、それに関してきちんと目配りしているのとしてないのとで大きな違いが出てくるのは、そのあたりだと私は思うんです。それから実際にあの被験者に対して検診を受ける人に対して案内をするときに、時にはね、往復はがきなんて言ったりすると、今往復はがきって何だって知らない人がいるんだそうですね。だから、まあ、一枚のはがきで行く時も行政ですから書き落としちゃいけないということをいっぱい書くわけです。そういう人も見て、おっとゴミに捨てられちゃうと。ところがこの際この検診を受けないとちょっと損をしますよみたいな、あの人のそういう損得感情にちょっと訴えるようなあの文章にすると受診率が 10% からすぐアップするとか、いろんな、うん、あの
調査が行われてます。でその効果が検証されてますから、そういうのがだんだんと広がっていくっていうのが大事なことじゃないでしょうかね。行動経済学っていうんですか、ナッジ理論とか言って、はい、ちょっと人のあれをつついて、行動を促すというような、そういう検診を実際に受けに行きましょうよっていう気に人にさせるような取り組みがやっぱり自治体の案内一つにとっても非常に重要な改善点の一つなんじゃないかと私は思っています。まあそういう意味でいろいろ工夫しなければならない、まあ、考え直さなきゃいけない点が多々あるんですけれども、まあ、ナッジ理論もその通りだと思うんですが、例えば協会として、協会として受診率を向上させる、例えば自治体がですね、受診率を向上させるためのいいアイデアというか何かあるとしたら、どんなようなものがありますでしょうか。大体もう今上がってるようなことが上がってきますね。それを熱心にやるかやらないかの違いが出てくると思いますけどね。またお金をかけるかかけないっていうことも、なるべくやっぱり自治体としてはお金をかけたくないというところがあります。だけど大切なのはあれなんですよね、医療費が先ほどこういうふうに出ているように、どうやって初期の検診で予防やり検診の中で早期発見していくかと、がんになったとしても早期発見すればやっぱり医療費の削減につながることは間違いないと思います。まあ、そういう意味でこのがん検診率を上げていく重要性という、また具体的にどういうような形でがん検診率を上げていくかということを、非常に、まあ、自治体としてはですね、まあ、県市市町村もそうなんですけれども、非常に悩んでるところだと思うんですが、やはり何かこう統一されているようなシステムというか、こういうシステムでありましょうなんていうのができると、まあ、検診予防から検診とこういうふうに流れていく中でのそれに沿った自治体の何かシステムというものが、僕の考えなんですけれども、できれば、まあ、今ない、全然ないんですけれど、できればこのさっきの話の検診率をこう上げていく方法論にしても、ここのところでもうちょっとリコールしなきゃいけないとか、この人は今まではこう大勢をこう見てるんですけれども、部分的に個人的に一人一人をですね、個別にこうアプローチしていくような、そしてそれがこうつながっていくようなシステム作りができるといいんですが、市長なんかそういうそういう問題についてはどういうふうに考えた。今千葉理事長がお話ししたとその通りです。今柿添先生からお話があって、まあ、要はもう事例はたくさんあって、それを徹底してやりきるかどうかっていうところにかかっていてです。でただこれ、まあ、今ずっと役所の、まあ、問題を言うと、これちょっと専門的なんですけども、まあ、交付税措置で国からは補助されてるんですけども、じゃあ本当に、まあ、受診率が増えて、まあ、いろんな費用がかかったのが国から補填されるかというと、まあ、今の仕組み上そうでもないんですよね。だから実は役所の財政だけで言って、その短期的な財政だけで言ってしまうと、まあ、検診が、まあ、うまくいって受診干渉がうまくいって受診率が上がると、まあ、丸々やっぱり財政負担でゼロサムの中だと他を削らなければいけないという状況になって、まあ、なかなか頭では理想では早期発見で、その人市民一人一人の、まあ、長い人生の中のやっぱりそう豊かにするためには必要だと思いつつも、短期の財政だとそれが2倍3倍4倍になってくるっていうのは結構やっぱり躊躇してしまう部分が、まあ、結構組織の中であって、なかなかお金がかけられなく、まあ、柿澤先生がよく、まあ、質よりも本当に、ね、まあ、やるってことを要は結果成果よりもやることだけで、まあ、入札をしてしまう問題が、まあまあ、お恥ずかしさは多分うちの町もあるし日本全国多いと。でその中で、まあ、そこを、まあ、突発というかブレイクスルーしているのはやはり担当者であったり、
まあ、主張であったり部長の、まあ、個人的なやっぱりやんなければっていう強い思いで、それを何でも何でも積み重ねて試行錯誤して、多分じわ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 数字を上げてる。おそらく一個一個の事例でウルトラCはないんですよ ね。多分それをいろんな積み重ねをしなければいけないことだと思うので、うん、まあ、そういったことをまあやんなきゃいけない。だからあとはまあ国に申し上げたいのは、もし 50% でも目標があるならば交付税じゃなく補助にしてもらいたいという形ですね。そうですね。人数が増えたらそれに対して補助をしますと、要は分かりやすい形で、だから、まあ、もちろん、まあ、国は国で財政の事情があるんでしょうけども、うん、まあ、国の、まあ、いろんな、まあ、自治体の中のインセンティブ、まあ、市民の皆さんのインセンティブ、うん、そう、まあ、そういうことを徹底してっていうのを、まあ、きちんと仕組み化できるし、うん、数字は見えますので、うん、千葉理事長がおっしゃる通り、まあ、仕組み化は可能です、うん、でそれを、まあ、やっぱりどっか大きい町であったり小さい町であったり、うん、事例をきちんと作って、まあ、5年は5年の、うん、まあ、成功事例を、ね、きちんと積み隠さず全てを出して、ね、うん、失敗事例も、あ、そういうことを、まあ、なんでしょうね、まあ、いろんな形でスポットが見るようになると、そう、ね、こうばらつきも減るのかもしれませんね。うん、今秋山さんも言われたことは非常に重要だと思うんですね。うん、やっぱり事業というのは全てやっぱり お金ですからね。うん、ですから財政負担が重くのしかかれば、がんはそんなに一生懸命発見するわけにいかないという自治体が出てきても、うん、私も当然だと思うんですよ。ですからそのお金の生き方の工夫があって、それをきちんとしたシステムで検証して、これが一番有効だっていうのがあれば、それが日本に広がるっていうのは体制側から見たら非常に大きな方法なんですね。うん、もう一つ、私がん検診自体がずっと昔からある方法でやってきてますけど、がんが遺伝子の異常によって発生する病気であるという理解がものすごく進んできて、で新しい手法がこれから次々生まれてくると思うんです。例えば大腸がんの検診に便の鮮血反応をやりますね。これ簡単な検査ですから、だいたい 7,8 割の人は受けるわけです。ところがその後異常があったら、血液があったら陽性ということになると、内視鏡検査を受けなくちゃいけないです。これは皆さん知ってるわけ、うん、で内視鏡検査って結構大変だと、大変ですよね。まあ、辛いとか痛いとかね、いろんな噂があって、で便潜血反応陽性でも、いわゆる精密検査受診率、生検受診率が、台湾協会のデータで、7割切ってるんです。うん、他のがんが8割か9割いってるのに、だからそうするとここで実際に便潜血が陽性なのに検診を受けてない人がいて、その中にの後に進行大腸がんの方が出てくるわけですね。ですからこの便潜血反応をやった後、その後に新しい、例えばリキッドバイオプシーっていって血液をちょっと取って、で大腸がんの可能性があるかないかを見極める方法は今かなり進んできてますから、それを一つ入れることによって本当に可能性があったら必ず大腸内視鏡検査を受けてくださいと。そうですね。そうでなければ場合によっては少し緩めるとか、そういうあれをすると大腸がんの発見率がぐーっと上がってくると私は思ってるんですね。他にもいろいろ新しい手法の進歩がありますから、そういうのを取り入れていくと、そうすると今の旧来のがん検診も方法論的に変わっていくんじゃないかなという気がいたします。まあ、先ほど国が作ったインセンティブなやり方よりももうちょっとがんだな、がんに特化した形で、まあ、がんが一番医療費が高くなっているわけですから、はいはい、がんに特化したようなインセンティブをもうちょっと工夫してもらわなければならないということが一つ分かりましたよね。はい、それともう一つ、例えば血液を取ってですね、はい、今これは僕は新聞情報ですけれども、はい、まあ、がんが、まあ、来年あたりには、はい、か再来年あたりには、まあ、5大がんぐらいは、はい、あるいはもう少しの種類のがんは分かるという時代が入ってきたと。でそれ意外と早期発見につながるわけで、それから、いろいろとの検診システムを作り変えていく、まあ、ここ 1,2 年の間にそういう時代が、検診のあり方が変わる時代じゃないかなと。研究としては入り込んでくることは間違いないと思います。ただ問題は、そのシステムを開発している会社によって、例えば血液一滴でどこの臓器にがんがあるということが言えるのと、なんか体の中にがんがあるということが分かるのがあるみたいなんですね。もしそうだとすると被験者に不安だけを与えることになって、
大事なことはそういう簡便な方法で血液をちょっと調べることによってがんの可能性があったら、これは何がんの可能性があると、うん、でちゃんとそれから画像検査に入った時に、うん、CT とか MRI とかあるいは、うん、エコーなんかできちんとがんが病出できると、うん、そうでないと検査を受けた人に非常に不安を生じ込ませることになりますから、うん、学問の進歩はいいんですけれど受ける人の心理みたいなことをちゃんと考えた そういう段階になって初めて、うん、実証試験になる検査になるんだと思うんですね。でそれで有効だということになったらこれは非常に全国に広げる価値がある話だと思います。まあ、その中で、まあ、自治体における、まあ、そういうがんのシステム化っていうか検診のシステム化の中で、まあ、IT を使ってねもう少し今はもう IT の社会になって、みんなネットを見ている世界で、まあ、こういう紙の時代は終わったんじゃないかとはっきり言えば言えるんではないのかなと。でこの IT のもう少し利用した形での検診率の向上と自治体とのこのコラボというような点ではどういうふうにお考えですか。例えば広告業界でもずっとマスに対して、うん、ターゲティングをせずにテレビ新聞等で、うん、まあ、やはりこう広く知っていただくっていうことの広告が多かった中で、うん、やっぱりもっと一人当たりの効果を高めようという形でやっぱインターネットを使った広告にだんだんこう広告の業界もやっぱ変わってきてるっていうのがあると思いますし、うん、先ほどのアンケートにもあったと思うんですが、うん、やっぱこうホームページとかインターネットを使った応募にすると受信率が上がったっていうお話もあると思うので、うん、非常にこう今インターネット時代で皆さんが当たり前にスマートフォンで生活をしてらっしゃるような、うん、まあ、何でもすぐ検索できるような時代になっていると思いますので、うん、まあ、そういった行政業務が少しもうちょっとこうインターネットと近づいていくということがあると多分市民目線からすると、まあ、気軽に参加しやすいとか、うん、あると思いますし、うん、まあ、ただやっぱ紙の良さっていうのもやっぱりあると思いますし、うん、それを両方やっぱりこう活用されるとやっぱり受信率というのはきっと上がるんじゃないかなと思いますし、うん、もう先ほど話した AI みたいな超ハイテクを使わなくてもまず簡単に何か、まあ、はがきに QR があってもいいと思うんですけどそこから簡単に受診申し込みできますよとか、うん、とかでも全然利便性が少し上がるだけで全然受診率が上がるんじゃないかとも思いますし、うん、まあ、そういう意味だと中国とかは全部 QR で生活しているようなところもありますけれども、うん、なんかそういうのが当たり前になっていくような、まあ、ツール自体はもう皆さんすでに持っているので、うん、そこから簡単にできるようなところに行くだけでも実は変わるんじゃないかなっていうのはちょっと感じます。うん、なんかそういうモデルケースを作りたいですよ。ああ、そうですね、ね、そういうのがあるとある意味ではね。そうですね、また先ほどのアンケートでホームページ使っただけで受診率上がったっていうのは私すごく興味深くて、うん、具体的にどうやってらっしゃるのかな、うん、多分それを、まあ、多分自治体間のそういう情報共有ですよね。ここはこううまくいった、うん、じゃあみんなもやってみよう、他でも同じことが起きるのかっていうことを、うん、まあ多分市長会とかでも多分お話があるのかもしれないんですが、やっぱ自治体様の業務ってすごく幅広いので、がん検診だけを話し合うっていう会が多分ないんじゃないかなと思うんですけれども、なんかそういった一つの業務の同じものを、好事例を皆さんで共有するようなことが、あるだけでも実はすごく変わるんじゃないかなっていうのはちょっと今お話を聞きして感じました。はい。